てめえは俺がぶっ潰す。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせろ。さすがにきついぜ。相手は6人、思い通りに戦えない。6人、このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。ああ、まとめて相手にするか、ばらけるか、どっちかだってばよ。ちょ、ああ、ここはおっちゃんの言う通り、ばらけて戦うってばよ。オーレイ。戦闘開始。うまくいった。これで相手は3人、それくらいだったら1人で止められる。こっちだったよ。結局3人とも逃がしちまったけど、でもとりあえずこっちは片付いた。あとは B のおっちゃんとこだ。これで終わりだ。オーイエー。おっちゃん、森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ、ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハチビがサビのキラー B だぜ、オロ様が。おっ、なんだ。うっ、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。すげえ。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。奴ら、今の状態で微重化できるのかよ。行け。あの状態はやばい。気をつけろ、ナルト。戦闘開始。
美獣の姿俺の意味のままに動く意味だ。俺たち美獣にちゃんと関係ない。ああいう扱いをされるのはさすがに腹が立つ。随分と粘る。少々驚いたぞ。だがそろそろ終わらせるか。させるかよ。ここ、美獣たちが揃って。待ってたぜ、渦巻ナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。あ、こいつっては俺を食った四尾。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつを四尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え、あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだで。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、元々の純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの。さっせ、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も
美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め、存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて。人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんていうあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だで。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。なら、せめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私はニー・ユギト、そしてこいつはマタタビ。俺は元四代目水影のヤグラ。下のはイソブってんだ。老師とソンだ。ハンという。美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いい加減に離れやがれ。ナルト、さてそろそろいただくか、キュービー。バニ、渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ、でも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。いや、あの余裕、一体なんだ。戦闘開始。ナルト、わしはここの美人とは違う。そうなんだ、誰も人中力に尻尾を振ったりはしない。どんなことを語ろう、人間の語ることはいつも皆を。わしはずっと彼を励ましてきたことは。だからお前も分かっている。お前がわしに何を語るかの意味は、本心は伝わってくる。
今の状況を見渡すようになった。お前はまだ七人だって。このままではいずれ奴に負けたと言われた。お前はわしら美人だと本気で何かしてやりてえと本心で思うな。この大変な環境を終わらしてみせる。可能性を示すとせろ。お前はそうしてきただけ。この俺はいずれホカゲの名を受け継いで先代のどのホカゲをも超えてやるんだ。でさでさ、里に俺の力を認めさせてやんだよ。あの時も証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も曲げねえ。ならお前の言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺はホカゲになるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。諦めるの？諦めろ！今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。ここで死し、証明しろ。それがお前だろう。
ここまで戦えたことは素直に褒めてやろう。だが、いくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで堅くなに抗う。なら、さっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？人中力のみんなと美獣たち、そんで、あいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。あれはヤバいぞ。じゃあどうする。ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろ。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろ。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさかまたチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな、また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい。もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。ヒロコ先生の本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう
人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。だが遅い。消えろ。ミスだ。行くぜ、クラー！ナルトめ、九尾の力を。戦闘開始。おい、真面目に言っておくが、この状態ゆっくりはしてられねえぞ。初めての美獣化で銀貨は完璧じゃねえ。俺の持続時間はそう長くないぞ。十分。いかに九尾とは。6体の美獣相手ではどうもできまい。私の力を甘く見やがって。へえ、そういうこと言えんのは最初だけだ。俺たちの力たっぷり見せて度肝抜かせてやろうぜ。美獣玉撃った反動だな。奴らの動きが前よか鈍いぜ。今がチャンスだぞ、キュービー。うっせえ。ちびごときはわしに命令するな、てめえ。行かせてやろうとせ、こいつ。美獣同士のテレパシー会話、それってレアだし、すっごいわ。
獣たちの動きが鈍ってきた。救命。このまま美獣どもを外に出しておくのは危険か。美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。闇とか憎しみとかんなもん全部ぶっ潰す。美獣惑星螺旋手裏剣。悪いな、こっちには最高の相棒がいるんだってばよ。